皆さんこんにちは、ゆきです。 SL8 快速&安定重視のクリア参考例見ていきたいと思います。有流遅延は時間短縮用で使っているので代用可能になります。どういうふうに代用したらいいかわからないっていう方は、下のバーのところ、例って書いてるところから見てもらえると、どういうふうに信頼度枠を使って代用しているのかっていう、一例が見れるので、操作の参考にしてみてください。このステージはマンガン素材周回用のステージにもなっているので、私は安定重視で攻略動画を作ってます。あと快速ですね、このボスの頭の上にある星マーク、これを削って、ダウンした時に大ダメージを与えていくっていう、流れになっていくんですが、この右下にね、バツって書いてるのを、ボトルのアイコンのマークにバツって書いてるんですが、このボトルを使うと、オートでかなりずれて、マジで安定しないです。クリアはできても、オートで周回、自動式やっていると、ずれまくって、クリアできなかったりって方が、っていうことが、メインアカウントとサブアカウント、連動の差なんかで、しっかり確認した上で、これはちょっと無理やなみたいな、ちょっと難しいかなと思ったので、ボトルはね、一切使わない方向でいきたいと思います。ボトルを使わずに、このエクシアで、エクシア、噴水に置いたエクシアで、ボスのこの上、頭の上にある星を壊して、このダウン状態の時に、しっかりと無理のあるの S3 で大ダメージを与えて、安定的に倒していく。しかも操作も簡単で、それなりのスピードでも周回できるので、私3週間ね、このイベント、100回以上は周回したと思うんですが、1回もずれなかったので、それなりにいい周回方法なのかなと思います。ただ、このボトルを使うと、もうすぐに崩壊しました、自動式が。もうさっきクリアできたやつ、次自動式やったら崩壊みたいなね、そういうことになったので、できるだけ安定化したいなら、ボトル使わない方がいいかなと思いますね。もちろん私と同じ、連動とか、その攻略に使ったタイミングが完全に一致するようであればできるかもしれないんですが、ほとんどの方がね、連動の差があるもんだと思って動画を作っているので、この同じようにね、タイミングだけ見て操作してみてください。で、ここからが、時間短縮用の有流遅延ですね。ここの、左上から出てくる、このタケコプターと、このフリスピーの羊がめちゃくちゃ遅いんですよ。このぐるーっとこの回ってくるので、これだけでどれだけ時間消費するねんって感じなんで、だから有流遅延とかは、初めに説明しましたけど、時間短縮で使っているので、好きなオペレーターで代用してくださいってことですね。ここからが、私が実際に周回していた周回例なんですが、有流遅延外してこの信頼度上げの枠に、自分の信頼度を上げたいオペレーターを入れて、この左上から、だから50分の33あたり左上からこの羊、つながった羊が出てくるところ、ここで、時間短縮のオペレーターですね。噴水のところに高台アタッカーで、この地面のところはおとり役っていうか、攻撃の受け役の、タンク役ですね、タンク役のオペレーターを入れて、適当にスキルなんか使って素早く処理しています。本当に、倒せるオペレーターであれば何でもいいです。例えば、狙撃だったらパズ4かとか、あと、フィアメッタとかでもね、何でもいいと思うんですが、W とか、そういうオペレーター入れて、素早く処理してみてください。はい、それではね、SL8 の動画、これで終わりたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録やグッドボタン押してもらえると嬉しいです。またね、次の動画で会いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。